ニュルブルクリンク2013年サミュエル・ディーン・ローズはイギリス出身のオートバイレーサー。元にの2021年シーズンはマーク VDS レーシングチームから参戦する。スーパーバイク世界選手権に参戦するアレックス・ローズは双子の兄弟である。ローズは2010年にホンダ CBR600RR を借りブリティッシュスーパースポーツ選手権のタイトルを獲得した。この年彼は ブランズ、ハッチ、ノックヒル、キャドウエルパーク、クロフト、シルバーストーンでの5勝を挙げ、3戦連続勝利と3回のポールポジションを獲得している。この他に表彰台には5回登っている。翌2011年にはパーカルガー・ホンダチームに移籍、スーパースポール世界選手連にフル参戦する。この年は表彰台に6度登り、129ポイントでランキング6位となる。 2012年は、ボグダンカピー TR ホンダに移籍、同チームは、パーカルガーホンダの姉妹チームであり、この年は、ドニントンパークとアラゴンで優勝した。2013年は、ヤクニッチモータースポーツに移籍、ヤマハのセミワークスマシンに乗る。この年は、第12戦のフランスデニーに入り、一戦を残して、タイトルを獲得した。翌2014年もヤクニッチチームから、 スーパーバイク世界選手権に参戦する予定であったが、チームはヤマハと分かれて選手権に臨むことを決定したため、ローズはスピードアップに移籍し、元にに参戦することを決めた。彼はチームと2年の契約を結んだ。ローズは2016年からアプリリアと3年契約を結んだ。2016年シーズンはグレシーニレーシングからカレックスのマシンで元にに参戦する。 同様にローズはアプリリアのモートジッピーマシンのテストライダーも務める。アプリリアは2017年シーズンからモートジッピークラスへ参戦する予定であるが、ローズは2017年、2018年シーズンのアプリリアのライダーとなる可能性がある。ありがとうございます。